ジュゼッペ・マッツィーニは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、革命家。カブール、ガリバルディと並ぶ、イタリア統一の三欠の一人。また、求心主義者でもある、ジェノバで医学部教授の息子に生まれる。病弱ながら聡明で、ジェノバ大学を卒業し、弁護士を開業。彼は、イタリアの秘密結社。 カルボナリに入党するが、彼の革命を目指す活動はすぐに、法律から追われることになる。カルボナリの組織に限界を感じた、彼は、1831年、マルセイユで新たに、青年イタリアを結成した。この組織のモットーは、神と人民であり、いくつかの国家に分裂していたイタリア半島に一つの自由共和国を打ち立てることを目的としていた。彼はまた、 似たような目的を持つ組織をいくつか創設している。すなわち、青年ドイツ、青年ポーランド、青年スイス、そして青年ヨーロッパがそれである。マッツィーには、イタリアの統一事業は、民衆の放棄なしには成功しないと信じていた。彼はその政治的信条を、出版活動を通じて公言し続けた。これにより彼の名は広く知られることとなる。思想的には、 三モンの唱えるシンポロンと共同社会論を支持し、平等主義を唱えるブオーナローチと対立した。1837年には、ロンドンに渡って、チャーティスト運動に接し、労働運動の重要性を認識する。1848年革命に際しては、ローマ共和国を打ち立て、アウレリオ・サフィ、カルロ・アルメッリーニと共に三党失政官の一人となった。この共和国は、 ルイ・ナポレオンの軍事介入により、短命に終わるが、イタリアの自由主義、国民主義はなおも高まりを見せた。海外に亡命した、彼は外国からミラノ、ジェノバなどの革命運動を指導した。しかし、現実を見るよりも理想に重きを置いた、マッツイーニの主張は次第に支持を失い始め、代わりに、イタリアの国民主義者たちは、サルデーニャ王国とその首相、 カブールに期待を寄せるようになってきた。1859年から1862年の対オーストリア戦争においてフランスとの同盟を組んだカブール南部イタリアを進軍し占領地を大に献上したガリバルディラの活躍によってイタリア王国が成立したが、これはマッツイニの説いた共和国とはほど遠いものだった。1864年には 第一インターナショナルにも参加するが、マルクスらと対立。さらに1871年のパリコミューンに反対の立場を取りバクーニン派とも対立して脱退。一時イタリア議会に選出されたが、王政への反発から拒否。1872年にピサで死亡した。彼の率いた政治運動はイタリア共和党へと受け継がれ、1990年代まで実際に イタリアで活動的であった。ありがとうございます。